ニコニコのどのくん、どうもどうもどうも、おくにちゅんでーす。はい、今日はですね、おにぎりを30秒以内に食えない説っていうのがほんまにあるらしくて、まあこれまでね、いろんな YouTuber の人たちが、まあ、その挑戦をねしてるんですけど、ほとんどの人ができてなくて、ただ水溜りボンドのトミーさん、3秒で食ってるんですよ。3秒44やったかな、で食ってるんで、ただその記録はさすがにね抜かんといけないなと思って、2秒ぐらいで食ったのかなと思ってるんで、これを今日シーチキンのツナマヨっすよ、まあ2秒ぐらいで食ったろうかなと思います。レッツゴー。じゃあちゃんとね、食べてくれないんで、はい、食べていきますか。うわー、いけるかな、ちょっとイメージ OK、 よーいスタート。こんな感じの結果でした。じゃあ一回止めるよ。え、取れてないじゃん。え、嘘は？取れてない？取れてない、取れてない。座って。取れてないよ。取れてない、取れてない。取れてない、取れてない、取れてない。もう一個いい指で用意してるから、これでやり直しだよ。いや、取れてこれまあいいや、これ使うわ、もういいや、使うわ、ネタで使うわ、うん、取れてないよ。取れる、それもう一回、うん、なんか使ったはい、OK。 はい、今これ買ったんですよ。ただ宮城さんが動画撮ってなくて、一応タイムは測ったんですけど、まあ一応ね、予備のおにぎりもう一個あるので、まあ、これを食って1個目の動画のタイムと2個目の動画発表していこうと思います。はい、じゃあ食っていきましょう。2秒ぐらいで食えると思うんで。めっちゃ機嫌悪くて、どうしたどうしたどうした。じゃあ食べていきますか。食べていきますか。よーいスタート。え、なんかすごい、おお、55.55。 いやすごい。でね、1個目のおにぎりのタイムがこれですよ、1分35秒。これマジですやばいね。うん、マジ30秒以内食えないよ。これはすごい、5555。持ってるね、持ってるね。しかも1個目のおにぎりはあれなんですよ、もう一気に一口で食って飲み込む予定だったんですよね。ただ入れた瞬間もなんかここがふわってなんかこうやって失礼しました。まあでも映ってないのちょっとね、まあそんな感じで、まあ、とりあえず一回閉めちゃったらいいんじゃない。まあ一回締めのコメントいただいて、それで1個目のおにぎりがなんか YouTube で研究したんですよ、実はこれやる前に。そしたらなんか一口で一気に口に入れて食べてたんで、俺も一口で口入れて飲み込んだろうと思ったら、ここに入れた瞬間なんか思いっきり挟まって、でなんかもう死にそうやと思って、ほんまに良い子のみんな真似しないようにしましょう。やばいっす。で分けて食べた方がやっぱ早かったっすね。3秒ってどういうこと、マジでやばいな。やばいね、3秒。でも最初の融資が映ってなかったとすると結構、そう、最初のね融資映ってないんですけど、まだ今度ちょっと腹筋してちょっとランニングして、まあおのる自身を聞きたいと、また今度ねちょっとリベンジして、とりあえず30秒以内にクレーン頑張っていくんで、
また頑張りますよ。えいえい、あー OK です。いいか、超短い動画だけど、なんかこれ系もっと長いよね、普通。なんかないかな。ちなみに、うん、ドッキリです。え、撮れてました、ずっと。マジかよ。だから単純にあなたはおにぎりを2個食っただけで。今2個書いた俺。まだ撮ってんの？撮ってる撮ってる。もうプチドッキリなんだけど、プチドッキリなんだけど、ちょっとおにぎり2つ。知らなかった。知らなかった。俺がもう独断で、あ、今やろうと思って。いや、マジで、マジか。うん。いや、だって俺めっちゃ頑張って食ったわけじゃん。手土産も押してる押してるとか言って。実際押してたからあんまミヤに見せたくなくて。そういうことか。そう。いや、もう確認するよ、そんな。でも単純におにぎりを2個食った、一人様とは。なんかこいつ謝んねえし、うん、俺の1個目の、あの俺マジで新鮮だったじゃん、あれ。俺マジ恥ずかしいね、1個目の感想めっちゃ丁寧に。ふざけんなよ。だから機嫌悪いって聞いてたんだ。そう俺機嫌悪くなかったのに、なんかそれ言われて、なんか俺なんか機嫌悪くなっちゃって、うん、なんかこいつ宮城よく考えたらうぜえなと思って。はいはいはい。マジか。まあそうね、とりあえずだから、本当は1個目ちゃんと取れてて1分35秒だったんだけど、まあやっぱおにぎり食うだけじゃねあれかなと思ったんで、おにぎり2個買ってきたからさ。そういうことか、なんで2個あんだって思った。NG 用みたいなもんじゃん。NG 用で用意したけどね。人間怖いっすね。じゃあまたお会いしましょう。バイバイ。